で、まあ、その中で、まあ、世界遺産の暫定リストの改定っていう話があって、私はそっちの方に参加したので、こちらでプロモーションながら選ぶ側に言うとちょっと変な感じなんですけど、それはここだけが例外で、そっちの先にやったもんですから、引き受けたんですけど、そういうことなんです。ただ、九州全体を議論していく中でですね、一つ大きな議論があったのは、各地にすごく立派なものはあるけど、それ以外のものはどうするのかという議論になりました。で、それ以外のものは先ほどの八田さんの発表じゃないけれども、忘れたっていいのかな、なんかすごくモニュメンタルなものだけでね、いいのかっていう議論があって、それは両方やらないといけないんだ。一つは大変大事なものは全国に、もしくは世界に発信する。と同時に、これだけ裾野が広いものがこの地域にあるんだということは、全部議論、ちゃんと記録に留めて、保存の措置を取っていかないといけないんです。で、その後者の方は、保存の措置どころかですね、ほとんどもう手当てされてないことが多い。それをきちんとしないといけない。という問題が一つございます。それからもう一つは産業遺産の問題はですね、ある種やっぱり労働争議だとか、さまざまな災害だとかね、さまざまな問題があって、その美しい物語だけではない部分があるんですよね。それもきちんと記録して、でもそれを乗り越えていただきたんだと、これは。で、それは日本の近代化を支えたし、それは日本の近代化を支えたということは、欧米以外で初めて近代化ができたのが日本ですから、欧米以外の新しいその仕組みの中でですね、近代化をやり遂げたんだと。そのためにはそういう苦労を乗り越えるという努力があったんだというふうな形で捉えて、そういうものを忘れるんじゃなくてですね、ちゃんと中に組み込んだ形でやるべきじゃないかという議論になりました。それと同時にですね、やっぱり産業遺産を考えるということは、システムとして地域を考えるということなんですね。これが他の文化財とかなり違うところで、他の文化財はですね、お寺はお寺、まあ、仏像は仏像でいいんですけども、産業遺産は必ずしも建て工があれば、建て工だけでですね、炭鉱が成立するわけないんですよね。それから、非常に大きな仕組みの中で物が動いてきた。で、それが都市を形成しているわけなので、そういう非常に大きなシステムとして全体を捉える必要があるんじゃないかということが言われています。例えば、まあ、これ世界遺産の例ですけども、これはブレナボンというイギリスのウェールズにある炭鉱の遺産ですけども、これが世界遺産になっているんですね。で、これは今のビッグピットという非常に有名な人なんですけど、それだけじゃなくて、これ全体です。これは単純です。単純から、まあ、中心市街地ですよね。これ全体がですね、インダストリアルランスケープ、産業景観だということで世界遺産なんですね。これだけないんです。これがほとんどそのまま残ってるんですね。こういうところは世界中いくつもあるんですよ。他でもフランスでもこういうものを世界遺産しようとしてます。まあ、日本の場合はこれほど完全に残ってないんですね。新しい都市が。で、まあそうなんですね。ですから我々はもう少し違う考え方で、まあ、生きてる都市なんだと。生きてる都市の中にうまく、この素晴らしい発展の中に、でも歴史がきちんとあるんだとかね、なんか新しい論理を作っていかないといけない。これ結構